毎度。今日はね、これを飲みたいと思います。これはね、ジン、ボンベイサファイア、ドライジン。これを初めて飲みます。昨日、富士買うついでにね、買ってきました。うん。と、この T シャツは、ボーントゥーラン。ボーントゥーランって言うと、まあ、ブルース・スプリングスティンやね。明日なき暴走とかね。まあ、それが思い浮かびますけどね。うん、走るために生まれたとか、そういう意味なのかな。ベアフット。ベアフットっていうのは、裸足っていうことみたいですね。まあ、俺、ワラーチで走ってるんで、まあ、裸足ではないですけど、まあまあ、うん。なかなかお気に入りです。ね。裸足マミさんのお店で購入させていただきました。これもね、この、昨日、これちょっと紹介したいけどね、この、置くやつね。コースターっていうのかな、うん。これはね、これもね、その、マミさんの紹介で、初めて知ったんですけどね、今日はこれを飲んでみたいと思います。こういうシールとかもね、ビリって破りたくないんでね、俺、意外とこうそういうとこね、めめしいんですよね。こうやって、ここに貼りました。じゃあ、開封します。ああ、ジンの匂いや。うん。これはね、イギリス?イギリスって書いてありますね。原産国名、イギリス。うん。柑橘系。ジュニバーベリー。そしてエレガンスでスパイシーな後味が特徴です。1761年に開発されたレシピをもとに世界中から厳選された10種類のボタニカル。ボタニカルは別々の、読めない。別々の、同性か。同性のバスケットに収められ、素行蒸気となったスピリッツがゆっくりと通過し、香りの高い部分だけを抽出するという独自の蒸留方法。ベイパーインフュージョン製法を用いて作られます。これ、ちょっと違っとったらごめん。こうして、細心の注意を払い、完成したボンベイサファイアのひるきなき味わいは、ジンソーダ、ジントニック、ドライマティーニ等様々な飲み方でお楽しみいただけますとあります。ね、アルコール度数 47%。47。まあまあ、ウイスキーでもちょっときつい感じの、あれかな。ああ、今日も、マドラーを忘れてしまいました。指マドラーです。ね。ちょうど、うん、さっき走って、10キロ走って、風呂入って、うん。ちょっと喉乾いてるんで、もうスカッとボンベイサファイアジンソーダを生まれて初めて味わいたいと思います。では、いただきます。あ、飲みやす。うん、ちょっと前にシャントリーの水のやつ飲んだけどね。うん。ああ、後味がね、そのジンの感じが、よりあるような気がしますね。喉越しとか、うん、そういうのはすごいさっぱりして、すっきりして、飲みやすい。ね、美味しいですね。また、いろんなね、お酒を、この、裸足マミさんのお店で
あの配信やってるんでね、もうそろそろ始まるんかな、あの紹介してほしいなと思いますけどね。よいしょ。自分だけは騙せなくて、一人容疑者で旅立つけれど、一つ一つ数える駅の数だけ不安も数えている。それほど悲しい理由でもない、父さんよりも愛する人ができるなんて思わなかった。それほど遠くへ行くわけじゃない、それが悲しい理由でもない、父さんよりも愛する人ができるなんて思わなかった。父さんよりも愛する人ができて当然よね。では今日もね、たくやも、ね、配信やっとったみたいでね、またまみさんもそうやっとるかな、まあ見ながらもう一杯いただきたいと思います。では